寒い、寒すぎる。あ、後藤さん、大丈夫ですか？谷原、寒いダジャレ言いすぎて、自分で凍っちゃいました。だからダジャレには気をつけてって言ったじゃないですか。もうこんなペラペラになっちゃって、硬くなっちゃって。誰か、誰か後藤さんを助けて。助けて。谷原さん、後藤さん、大丈夫。私があったかいもの持ってきたから。坂田先生、ありがとうございます。じゃあちょっとこのあったかお鍋を、はい、さあさあ後藤さん、今持ってきますからね、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。さあ後藤さん、召し上がってください。あったまって、あったまって、この鍋をお鍋なさい、お鍋なさい。何よ、この忙しい時。あ、美味しい、ね、よく噛んで、よく噛んで食べて後藤さん。体が、あ、戻ってきた。やった。私は誰？後藤、ご登場。あ、大丈夫です。凍っちゃうから、後藤さん。あ、もう、もう、いや、もうよかった。ありがとうございます。ます、助かりました。もう、坂田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。もう、血行がね、結構良くなりました。はい。あれ、あれ、またなんか寒い。あ、凍ってた、凍ってた。さあさあ、後藤さんも無事戻りました。はい、今日も参りましょう。はい、皆さん、ツイッターどんどん投稿してくださいませ。それでは参りますよ。はい。生放送、クックッ、ナイン。さあ、参りましょう、参りましょう、参りましょう。はい、だからそれでもう、本当に、はい、さあさあさあ、本日のゲスト、改めてご紹介いたしましょう。はい、お料理研究家、坂田明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、これ、後藤さんをダジャレの冷凍からやってます。冷凍から、この通り、何ですか、これは。カブと鶏肉の和風ポトフなんですよ。カブとね、鶏肉だけなんですけれども、はいはい、とこと煮込んで、カブがね、甘くてね、とっても美味しい。体も温まります。温まりますよね。温まります。いや、僕も食べてみたいな。いいですか、いただいて。ぜひぜひ、ね、これ、ごとごと煮込んだんですか？ごいやだ、もうまた寒くなっちゃった。そうそう、コトコト煮込んで後藤によく聞いたっていうね。いただきます。はい、わ、これカブすごい柔らかい。美味しかったですよ。いただきます。熱いよ。はい、すごくカブが甘くて、とっても美味しいです、これ。本当に美味しそう。そう、これもうカブと鶏肉だけなんですけど。本当にだけなんですか。そう、だけどね、カブは具だけじゃなくて、すりおろしてスープにも入ってます。この姿とすりおろし両方入ってるんですね。視聴者の皆さんもね、温まりたいとかね、それから絶対作ります、美味しそうっていうね、ありがとうございます。さあ、今ねご紹介した料理は、はいはい、来月放送の冬野菜のあったかおかずでご紹介するんです。で、カブはもちろんですけれども、白菜とかね、カリフラワーなど冬野菜がたくさん登場しますので、ぜひお楽しみに。はい、お願いいたします。はい、さあ、体も温まってきました。さあ、本日のテーマ、はい、ポカポカ年越し。で、今日はもっとこう体の温まる料理をご紹介いただけるんですよね、坂田さん。そうなんです。お願いいたします。暖かく年が越せるように、はい、今日はあるポカポカ食材を持ってきました。本当ですか、ありがとうございます。あるポカポカ食材、何でしょう、何でしょう ね、いや、はい、体を暖かくしてくれるというと、はい、この中に入っています。はいはいはい、ちょっとヒントを出しますので、はい、何の食材が入っているか、はい、出てみてください。ちょっと待ってください。これ後藤さん、クイズなんじゃないんですか？そうですね、クイズですね、きっとね。クイズですよ、これは。わかりますか？クイズ。お、ヒントお願いいたします。最初がこちらです。そうめん、ね、そうめん。皆さん分かりますか？分かった方どんどんツイートしてくださいね。なんでしょうね、そうめん。これ動物に馬とか、馬とこれ 牛ですか、ね、犬もいますね。はいはい、そして続いてはこちら、はい、あれ、これなんかお酒の瓶ですよね。ねえねえねえ、この中に酢が入ってるとか。調味料じゃなくて、お酒ですかね。何のお酒でしょうかね、これ。何酒だろう、ね、RUM って書いてありますね。で、最後のヒントはこちらです。あんまりそろそろしないで。あなたはそれだけ取り残されてる。さあ、分かった方どんどんツイートしてくださいよ。来た来た、ほら、後藤さん、書いてる書いてる書いてる。
ラムかな、ラムかな、ラムかな。で、一つ目がモンゴルの草原でしょ、うん、で、二つ目がラム酒、それから三つ目がラムちゃん。だっちゃ。じゃあ今これ投稿の正解ですか。正解です。ああ、じゃあ発表の方お願いします。今日の食材は、はい、あ、ラムちゃん、ラムちゃん。ラムちゃん、ラムちゃん。これ最近スーパーでもよく見かけるようになりましたよね。ラムね、すごい出回ってきましたよね。こうやってでも温まるんですか、ラムの体。意外とラム肉は寒いところで食べられてますよね。そうそう、ほら、ドサンコはラム肉で大きくなりました。そう、北海道とかね、ジンギスカン、あとモンゴルとかね、北京のね、さっきのモンゴルにも出てますもんね。でもなんかこうラムのお肉ってね、ちょっと個性的と言いますか、癖がある、パンチがあるイメージあるんですよ。そうですね。でも今日のレシピは、さっぱり仕上げるコツをご紹介します。これ嬉しいですね。いや、ラム肉チャレンジしてみますっていう声も、嬉しい、はい、はい、まあ、臭みはないですかっていうのはこれから臭みを取るコツを、ね、解決してくださって、ご紹介します。はいはい、はい、じゃあどん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 ね、あの皆さんもね、どんどん質問坂田さんにお寄せくださいね、はい、さあ調理をお願いいたします、はいはい、でまずは最初ラムチョップの方から使っていきますけれども、今日はこれを揚げていきます。揚げる、そう、ラムカツみたいな。そう、ラムカツです。カツにしていきます。でも普通なんか焼いて食べるイメージ多いですけど、揚げるんですね。そう、そう、揚げていくんです、ね、ラムちゃんは、ね、ポカポカになるのっていう声が来てますけど、そう、ポカポカになりますで、割とねラム肉ってこう赤みも多いので、はい、そうですね、揚げてもね、さっぱりとね、食べられるんですよ。で、今日これ揚げる前にちょっと軽く叩いていきます。厚さを均一にしたいので、はい、はい、谷原さんもお手伝い、いいでしょうか。あの、臭みの消し方を教えてくださいって声も届いてますが、はい、これから出てきますよ。見てくださいよ。ラップをちょっと上に、ラップを上からかけて、はい、軽くかぶせて、はい、かぶせて、そして、お三方が羊に見えてきた。あ、ありがとうございます。凍っちゃう、凍ってしまう。あ、大丈夫だった。危ない危ない。そしてね、ちょっと優しく。優しく。厚さはどれぐらいまでにやればいいですか？厚さは大体1センチ、よりもちょっと厚くて大丈夫。あの、厚さをこう均一にすることによって、はいはい、揚げ時間の、短くなります。短縮にするんですよ。なんか新しいなって声がね、早速届いてますから。そうですね。で、このぐらい、ね、大体均一になって、はいはいはい、ちょっと軽くも大丈夫です。はい、そしたらラップ。ラムを外します。また、あのこちらのバットに戻してください。ラムカツっておしゃれってね、ちょっとね、ごちそう感ありますよ ね、はい、で、今日こちら、はい、ごめんなさいね、はい、どうぞどうぞ、はいはい、どうしようか、はい、味付け、下味、下味付けてるんですね、はい、はいはい、で、まずはお塩、うん、塩、塩を、塩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 、はい、なるほど、こう塩をコショ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 、そうです、コショコショコール、あ、大丈夫だ、戻らない、これね、両面、はい、今塩コショ、はい、ね、ロースとかモモとかありますけども、どんなのがいいんですかね。これでもね、ラムチョップなんで、だいたい骨付きで同じ部位のところですよね。なるほど、はい、骨付きがいいんですね、これね。そうなんです。そうすると、これ手でね、はい、あの気楽にこう手づかみで食べられるカツになるんですよ。なるほど、なるほど、年末年始のご馳走にぴったりじゃないと、ね、とってもね、はい、そして、はい、ここでまた一つポイントです。レモン汁、はい、レモン汁、はい、レモン汁、そう、レモン汁、レモン汁、そうなんですよ。ラムと合うんですか、レモン汁は。うん、癖を、ね、うん、こう和らげます。個性的な癖を和らげてくれる、ね、ちょっと待ってください、これポイントなんじゃないんですか。少し癖のある君、今日は酸っぱくなってもらうよ。大丈夫大丈夫、優しくなれるから。あ、安心した。何が安心したのか、そうです、はい、これ今レモンまでかけました。そしたらオリーブオイル、はい、おお、オリーブオイル合うんですね、ラム。そうなんですよ、オリーブオイルが合うんですよ、ね、体の温まる料理の代表格ですねっていうね。で、これをちょっと軽くこうなじませて、下味をちょっと、確かにツイートでなんかあのハーブでこう臭み消しをする、ね、そうですね、匂い取りをするイメージでしたけども、うん、レモンでもいいんですね、これ。そう、レモンでもいいんですよ、レモンでね、癖を取ると爽やかな、さっぱりとした感じに仕上がってきます、はい、このまま15分ほど置いていきます。はい、はい、そうそう、カツの準備、下味できました。ラムチョップ、はい、カツといえばパン粉ですけれども、はい、その衣にもちょっと今日一工夫があります、うんうんうん、はい、でこれドライのパン粉なんです。ドライのパン粉、はい、フードプロセッサーで細かくします、うん、カップ2のパン粉、細かくした方がいいんですか。そう、細かくすると、はい、あの油がね、油の吸収が少なくなるんですね。なるほど、大きいといっぱいしていますけどね、はい、なので、揚がりがちょっと軽やかになります。
坂田さん、ラム肉の匂いが気になってたけど、はい、解決策分かったという声が早速届いてますので、うん、そう、ぜひやってみてください。そうそうそう、だいぶ細かくなりましたね。そう、だいぶ細かくなりましたね。おー、いいですね。そうそう、あ、細かくなって細かくなって、はい、サラサラの状態になります。うわ、本当だ。いや、さっき僕かぶってた粉雪のような、そう、粉雪のような、うん、ね、細かさですね。かなりね、細かいですよね。こうすると本当に油がね、含む量が少なくなるんですね。そして今日またもう一つのポイント、もう一つポイントあるんですか。あ、はい、なんか生きてるみたい。はいはいはい、もう一つのポイントで、もう一つのポイントは、はい、レモンの皮です。え、レモンの皮。フードプロセッサーない場合はどうしたら。フードプロセッサーない場合は、うんうん、厚手のビニール袋に入れて綿棒とかで転がしてあげて、はい、すごい細かく。あ、なんかそれ、ラムにもレモン汁かけましたけど、はい、皮も入れるんだ。今日レモン、ね、レモンはもう丸ごと使うダブル使いで、これ皮をね、こういう風に、はい、パン粉に混ぜます。そうするとね、すごくこういい香りの衣になるんですね。ラム肉スーパーで売っていたので、早速チャレンジするっちゃ、うん、あ、するっちゃしてっちゃ。これでもこれ、はい、後藤さん、ラム以外でも使えませんかね、これ。レモンね、とんかつとか、うんうんうん、それから最近、うん、よく出てるあのビーフカツとか、あ、でもいいですかね。チキンカツもいいですね。チキンカツいいな。いですか、これ、ね、いろんなお肉で ね、 ね、試してみてください、ね、ぜひぜひ、ね。さあ、坂田先生、さすがおしゃれ洋食のプロで、はい、届いてますよ。はいはいはい、で、衣をね、つけていきましょう。はい、はい、で、衣はもう、あの、普通のカツと同じです。はい、まず小麦粉にまぶして、はい、で、卵を、あ、溶き卵にくぐらせて、はい、ね、僕、パン粉僕やりますね、じゃね。いいですか。はい、あ、なんかあのギリシャ料理でもオリーブオイルとレモン使いますよね。あ、そうですね、うん、オリーブオイルとレモン使いますよね。やっぱその組み合わせってとっても美味しいですよね。そうなんですね。でね、ラム肉が本当に軽やかなカツになりますよ。柚子とかダメなのかな。柚子もいいと思います。なんかお正月っぽくていいですね。あ、柚子、あ、じゃあいろんな柑橘使えるんですね。うん、ね、柚子が効くわけですね。うん、柚子もいいと思いますよ、香りが強いから、はい、ね、うんうん、あ、骨ごといくんだ。そう、骨ごといきます、ね、はい、うん、あ、柚子だけにね、なるほど、柚子がタイムラグで入ってまいりました。これまた失礼しました。はい、さあ、谷原さん、手際がいいですね。いやいや、とんでもないです、とんでもないですよ、ね、さあさあさあ、これでパン粉つけるのが終わりました。はい、さあ、じゃあ僕はちょっとこれからエプロンつけさせていきましょう。あ、しかしやっぱり細かいパン粉だからね、見た目もまた、うん、なんかね、ちょっと軽やかですよね、うん、はい、でこれを揚げていきます、はいはい、で今日はオリーブオイルで揚げていくんですよ、うん、オリーブオイル、うん、でね、170度ぐらいの中温なんですけれども、うん、普通のサラダ油よりもオリーブオイルの方がやっぱりこう良いってあるんですか。あるんです。やっぱり、ね、軽やかに揚がると香りもすごくいい感じの香りです。ラムと相性いいんですね。ラムと相性いいんですよね。3人様、おせち料理作られますか、はいはい、和洋中どのスタイルですか。ちょっと今忙しいので待ってください、ね、ほら、後藤さんが珍しい、はいはい、はい、絶対視聴者の皆さんのこうご要望にお答えする後藤さんが、いや、ニュー後藤ですね。いや、ニュー後藤、今忙しいんでちょっと待っててください、ね、あの、僕は暇なんですけど、お二人が忙しいのでちょっと待っててくださいね、はい、いいじゃないですか、後藤さん。油少なめで、はい、油少なめでいいんですか。油少なめでいいんですよ。もうね、ちょっとこれぐらい本当に、大体1センチぐらいかな。温度はどれぐらいで。温度ね、170度ぐらい。あ、そんな高くなくていいんですね、うん、そうです。あの、中温でちょっとこうじっくりと。で、オリーブオイルで揚げるんですねって。あ、でも普通のサラダオイルでも大丈夫ですよ。でも大丈夫。オリーブオイルね、あの、試してみていただけるといいなと思うんですけども、はいはい、で、こんな感じで、はい、はい、わかりました。あ、はい、じゃあちょっと後藤さんの面倒よろしくお願いします。それ自信ない。ありがとうございます。さあ、それでもう一つの、はい、もう一つのお料理のちょっと下ごしらえですよね、はい、そうです、下ごしらえです。さあ、何の料理なんですかね、もう一品。そうなんですね、はい、まだ何の料理かはちょっと内緒なんですけれども、はい、ラムのもも肉薄切りです、はい、ジンギスカンのお鍋とかによくね、はい、扱うなくてもも肉の薄切りです。北海道でよく食べました。本当ですか、はい、で、これに下味つけていくんです、うん、まずね、ネギがたっぷり入ります。まこれ斜め切りですよね。そうですね、斜め薄切りにしたネギが入ります、はい、で、そこに、下味をつけていきます、しっかりと、はい、で、ここに、赤唐辛子、赤唐辛子1、2本はい、1、2本、はい、それと、お塩、はい、塩小さじ1、はい、醤油、
醤油ことだから大さじ2、はい、大丈夫ですか、持て余せませんか、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。ごま油にサラダオイルです。はい、ごま油が大さじ2、サラダ油が小さじ2、はいはい、でこれをちょっと手でもみもみとしていきます。はい、これ唐辛子でピリッ辛っていう感じ、ね、そう、ピリッ辛っていう感じなんですよ、はい、お好みで本数はもう少し減らしていただいてもいいですし、なるほど、でこんな感じで煮込んでおきます、そう、ラムもも肉がどう料理されるのか気になる。さあ待っててくださいよ待っててくださいよ。こんな感じで、はい、あのね、5分ぐらい下味をつけていきます、はい、なるほど、うん、じゃあちょっとしばらく置いとけばいいですか。そうですね、このままちょっと置いていきましょう、はいはい、あ、谷原さん、さすがこの、でもなんかいい感じの色になってきましたね、色になってきましたね。明日スーパーからラム肉消えそうだそう、注意してくださいね、みんな待ってるじゃん、早めにあのスーパーには明日の朝一番で行ってくださいね。はい、でもこれなんか晴れの日のお料理っぽい感じしますね。そうですね、やっぱり骨がついてるとね、うんうんうん、なんかちょっとこう、ね、パーティー感というか、ね、あのお酒にも合いますか。合います。これキリッと、あわあわのものでもいいですし、あわあわのものもいいですね。白ワインなんかでも合うし、ちょっと軽めの赤ワインでも合いそうですね。今だいたい3分経過したところでございます、はい、色合いとしてはどれぐらいまでになればいいですか、うん、これぐらいの感じですか。そうですね、これぐらいですね、もう少しですかね、はい、谷原陽生さん、さすがっちゃ、ありがとうございます陽生さん、はい、ねえ、ラム肉パーティーしたいな、ね、これ、これからきっとね、皆さん集まる機会も、うん、そうですね、多い時なので、お皿にドーンと出したら盛り上がるんですよねこれ目がついてるとちょっとね、ごちそう感がぐっとね、うん、ありますよ ね、 このラムカツいいねって声ありますけども、うん、なかなか普段ね、僕は食べたことがなかったんですよ ね、 そうですね。でもラムってこうなんか、日本は、まあ、北海道北の方食べますけど、そんな食べるイメージないです、そうですよね。でも欧米ではとても人気ですからね、うん、とても人気なんですよね、やっぱマトンと違ってとっても癖も少ないですね、うん、あ、そうですね、ラムは子羊ちゃんなので、うん、はいはい、なんか匂いが、ね、少ないんですね、うん、まだね、なるほど、はい、でこんな感じ、うん、いいのになりましたね、はいはい、で揚げていきましょう、はい、火をちょっと止めてもらっていいですか、はい、これパン粉が細かいと、うん、見た感じもね、そうなんですよ、そう、見た目がね、なんかこうちょっと軽やかですね、あと油切れが良さそう、はい、あ、その通りです、本当に、うん、そうするとヘルシーみたいな、ヘルシーみたいな、そういう感じになります。わかりました、はい、これ盛り付けていきましょう、はい、うん、うわ美味しそう、美味しそうですね。これなんといってもこのレモンの入った衣が気になるっていう、いや本当ですよ、香り良さそう、これ ね、 ね、本当にそんなに強くないんですけれども、うん、すごい、でも今ラムの香りがすごい漂ってますね、そう、ワイルドにかぶりつきたい。でここでまたもう一つ、はい、あれまたレモン、はい、そうなんです、レモンの皮をくるくるっと、うわこれレモンの皮くるくるして可愛いですね、うん、返せない忙しいんでちょっと待っててくださいね、はい、でこんな感じレモンの皮、はい、削るとまた香りがね、うん、プーンと立ちますよね。で今日はこれバジルです。あ、そうか、要するにレモンピールという感じですかね。そう、レモンピール、すりおろしてかけていただいても、レモン汁、レモンピールもこう、衣にも入ってて、なんか上からもトッピングで香りが立って、うん、素敵じゃないですか、ね、これ、はい、さあ出来上がりました。これ本パーティーの忘年会、はい、新年会でやってみたいって、ね、ね、できますよね。はい、さっきの、 下ごしらえをした料理が一体何なのかが分かりますね。でこれ下味つけておいた、ね、5分ぐらい置いたものですけれども、はい、これをこのお鍋の中に入れていきます。ちょっと待ってください、この中今お蕎麦入ってますけどお蕎麦とラム肉ってどういうことですか。で水カップ6に蕎麦 120g、 そうなんです。これね、でも袋の表示通りに茹でて、茹で上がり1分前ぐらいに、うん、はい、え、入れちゃうんですか、はい、1回揚げて水で締めるとかしないで、しないで、お蕎麦の茹で汁自体も結構旨味が、うん、皆さんお蕎麦湯とか飲みますよね。確かに蕎麦飲みますもんね。そう、こう利用できちゃうんですね。そうなんです、今日はもう、もう年越し蕎麦って年越し蕎麦ってこれやってみてください。これいいじゃないですか、年越し蕎麦、ね、これね、ちょっと北京の料理屋さんで食べた、うん、蕎麦なんですけども、北京でも蕎麦なんですか、これ。これね、中華麺、ね、中華麺なんですか、北京の場合は。これでも、このお料理のポイントどんなところなんですか。これは、うん、はい、温まるポイントがいっぱい入ってるんですよ。どんなところ、はい、まずは、まずは、ネギ、ネギ、ほう、
それからラム肉、ラム肉体を温めます、はい、そしてこのそば粉のとろみ、さっき言ってたやつちょっと今坂田さん笑ってましたけど一言じゃないですからねこれポイントなんじゃないですか後藤さん、もしかして多分そうですね。さあ3人仲良く一つになれば心も体もポッカポカポッカポカ、はい、はい、ポッカポカありがとうございました。なるほど、巻き込みましたよ坂田さんも、はい、そうですね、あ明るい歳末でございます、ね、いいですね、で今なんかあのお肉の色もね、はい、ちょっと変わっていい感じになるので、ね、そしたらちょっと一回お味を見てください、はい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 、でラムの臭みは出ないのって言うんですけども、そうです、ね、もう特に臭み、ね、ね、あとネギとかがいい感じになんかこう相性良さそうですね、ラムと、そうです、ね、そうなんです、そしてねお出汁がラム肉ってすごく実は出るんですよ、あそうなんですか、ね、ここまで特にあのあれですよね、かつお節入れたわけでもなし、何の出汁も入ってない、お醤油とお塩でちょっと味を整えて、はい、味を整えて、ね、でこれでもう完成ですね、完成、はい、これめっちゃ簡単でいいですね、そうなんですよ、ちょっとねあの代わり年越しそばとして、うん、ね、いかがでしょうか、ね、はい、本当にね、温まるので、ラム肉もね、これはラムをいっぱい使って名付けて何でしたっけ、ラムそば、そのまんまないですね、そのまんまです、名付けてラムそばです、ラムそば、さあさあさあ出来上がりましたよ、ね、年越しそばはラムそばっていう方が随分投稿が多いですねはい、来ました、はい、うわでね、ここでまたもうちょっと最後仕上げをして、はいはいはい、おもう一回ちょっとあるんですね、うん、あの黒酢ですね、わいいですね、黒酢、はい、苦労した時には黒酢、今年もいっぱい黒酢したあ、ご迷惑おかけしますもうちょっとでパクチー、はい、パクチー、はい、パクチーを乗せてパク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 チー食べちゃいますよね、なんか言いそうな、黒胡椒を今引きましたよ、はいはい、紅白の後のお楽しみどうぞ、はい、仕上げがおしゃれ、さあ名付けてラムそば出来上がりでございますじゃあじゃあ早速いただきましょう、はい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 、はい、どうぞどうぞ、さあさあさあラムそばです、さあさあさあ、はい、どうぞ、はい、よいしょ、じゃあ早速いただきたいと思います、ね、いただきます、じゃあちょっとラムカツから、ね、いただきます、ね、うん、はいはい、うわ見てください、これ美味しそう、本当だ、なんか初め源氏みたいな、うん、初め人間みたいな感じ、いい火の通り具合ピッて最高、ね、うん、どうです、このままちょっとサクッと、サクッとしてました、うん、レモンの爽やかな香りが噛んでてふわーっと香ってるね、うん、最高ですこれバジルもね、葉っぱともちょっと一緒に食べて、全然癖がね、あこれバジルと一緒に合わせるどうですか、ラムそばどうですか、ラムそばのね、このつゆ、うん、いや、だって出汁も何も入ってないのに、うん、この旨味ってこれラムの力、ラムの力です、うん、あとこうお蕎麦を茹でた茹で汁、ちょっととろみがね、あるので出汁入ってないんですね、これ、そうなんですよ、ラム肉のお出汁、うん、他の茹でただけの、あとこれさっきのバジルとラムすごい相性良かったけど、うん、パクチー、ネギ、この相性すごく良くて、ね、香味野菜とすごく合いますね、ラム、そうですね、いや、ラムってうめえ、また氷つかせてしまいました、さ、馬は羊のうめえだったんですねすいませんね、ちょっと忙しいんで黙ってください、このカブのポトフも実は僕食べてなかったんですよ、さっき写真でしたから、ね、いや今年も終わりますけれども、ね、坂田さんこの1年いかがでした、この1年、今日は実は仕事納めなんです、ね、あ僕もですよ、あ本当ですか、ね、だからいい1年を納めになって、ね、とってもいい、そうですね、谷原さんこの1年いかが、いやもう本当に後藤さんの打線で心温めていただいた1年でした、凍らせてばっかりで、あ自分で凍っちゃったそれどうでした今年は、いや今年はね、うん、よくダジャレを言いましたもういっぱい考えていただいてありがとうございます、いやご迷惑をおかけいたしました、とても楽しかったですね、楽しかったですね、はい、ありがとうございます、さああの1月 の、 あの坂田さんのね、うん、はいはい、特集もあのぜひ皆さんご覧いただきたいですよね、はい、あの本当に来年もクックナインをどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、では皆様、はい、良いお年をクックナイン。